Ciao, come state? Anche oggi impariamo l'italiano. こんにちは。イタリア語の文法第7回。今日は少し会話ができるようになりましょう。エッセルとアベールの勉強をして、これからどんどん他の動詞を覚えていくぞの前に、せっかくなので今まで勉強した文法を使って会話を作ってみましょう。会話をするのになくてはならないのは質問です。イタリア語での質問、つまり疑問形を作るにはどうしたらよいのでしょう。 Ciao, tu sei Ryota? Sì, sono Ryota. あれ、何か特別な形を作りましたか。 Tu sei Ryota? 君は Ryota。 通常の形だとどうなりましたっけ。 Tu sei Ryota。 君は Ryota です。同じです。イタリア語の質問は通常の文章の最後にクエスチョンマークをつけてイントネーションをクイッと上げる、それだけです。ねえねえ、ちょっと前から気になってたんだけど、なんでイオソのリョータじゃなくてソのリョータなの。そう、実はこれもイタリア語の特徴の一つなんですが、主語によって6つも動詞の形が変化するので、正直主語を言わなくても主語の形がほとんど分かるんです。つまり余計なものはつけるなってことで、実はイタリア語では主語をつけないことが多いんです。この活用を覚えるために出てくるイオ、ル、ルイ、レイ、ノイ、ボイ、ロロなんてのは特に省かれます。じゃあつけたら不自然になるの。そう、普通つけないものをわざわざつけると耳に残ります。でも文法としてはおかしくない。だからこの場合主語を強調することになります。ルイエリオタ。ノー、イオソノリオタ。ここでノと言いました。質問といえばはいといいえの使い方必要ですよね。イタリア語のはいはシ、いいえはの。セリオタ。し、そのリオタ。のを使って、いいえ、何々ではありませんと言いたいとき、つまり否定文を作りたいときには、動詞の前にのんを置きます。セイシュンスケ。の、のんそうのしゅんすけ。このしとのの使い方、とっても簡単なんですが、返事をするときには少し注意をしなければいけないです。君はしゅんすけではないね。はい、僕はしゅんすけではないです。日本語では質問の内容が正しいとき、はいと答えます。そしてそれは否定の疑問文の場合でもそうです。普通のことですよね。ですがイタリア語では、答える文章が肯定文ならし、否定文ならのを使うんです。Non sei Shunsuke? No, non sono Shunsuke。こんな風に。ここでせっかくなので、よく聞かれる質問の形を一つ出しましょう。Di dove sei? Di は日本語の助詞、のに近いもの。何々のです。どべは疑問詞のどこ。イドベセイで君はどこの人ですか、つまり出身を聞く質問です。返事の仕方はソノディ東京、東京の出身です。サンドロ、イドベセイ。ソノディローマ、トゥディドベセイ。ソノディ東京。ノネヴェロ、セディセイタマ。さて次回からはまた動詞に戻りますよ。アラプロスマ、チャオチャオ。